はい、もうそろそろですね。それでは用意してみましょうか。あ、はい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 。はい、それではですね、はい、どうなっているでしょうか。ちょっとこのままじゃと、あ、これ止めましょうかね。それで開けてみて、ちょっと見てください、どんな感じか。こんな感じですね。こんな感じです。ちょっとやってみましょうか。これ10時に切るんだったですかね。まあとりあえずまあそういうことで、あ、ちょっと焦げてたですね。なるほど。まあそんな感じで。今回はですね、なんでこう、前回ですね、本当はね、前回、やっているんですよね、この、豆ご飯っていうかね、これをやって、あ、大丈夫だったっけかな。うわぁ。ということでですね、美味しそうですね、丼。と待ってくださいね。それでですね、はい、まあ一応見てみましょうか、どんな感じか。こんな感じで出来上がりましたね。あんまり食べれないので、まあこの後はまあまあ私のやり方ですけども、これはこのまんま、小口入れてこのまんまで、冷やすことになります。まあ、冷やすのはね、まあお分かりでしょうか。もうあとはもういっぱい食べたらもうそのまんま何回も食べれませんからね。で、ということでですね、それでは、こういうことで、こいつを、ちょっと、どけた方がいいですよね。これはまあ、このまんま。水につけて、で、これも必要なしということで、まあこれも必要ないですね。しおいて、で、まあどうでしょうか。まあこんな感じでしょうかね。こんな感じでしょうね。こんな感じです。まあ、このくらいでしょうかね、私が食べるのは。どのくらいか分かりませんけど、まあ150ぐらいでしょうかね。それではちょっとですね、いただいてみますね。これはまあそんなに豆が少ないっていうわけでもないですよね、これ。じゃあちょっと食べてみます。うん。いいですね。なかなかいいです。ということで、まあ今回お昼は、豆ご飯ということで、割と、最初に思ったことは、
この色はどうですかね。あの最初から入れた場合と、あの途中から入れるんだっていう場合と、まあいろいろあると思うんですけれども、私の場合はもう最初にあの入れてしまいました。で、あの缶の中の汁も全部入れて、あれ一缶だったですよね。このどこ行っちゃった、これは戻し豆っていうやつですよね。グリーンピース、これはスーパーに売ってると思うんで、そんなにね、はごろもフーズってなってますね。あたたたたた、ごめんなさい、あたたた、ごめんなさい。はごろもフーズ、はごろもフーズっていう風になってますね。はごろもフーズで、まあまあそんな感じでしょうかね。もうこれもう終わりない。74キロカロリー缶だと、まあそれなりにねあると思いますけど、割とこれいいと思います。それとお塩をね、あの入れなかったんですけども、やっぱり最近塩分がどうたらこうたらってよくあるじゃないですか。だからまあお塩の方はね、入れないように。で、でも多少ね、この中に塩分が入ってそうな感じなんですけどね、ここのところにこのくらいで見えるでしょうか。塩分が入ってるんですよ、この中にね。だから全然塩気の味がしないっていうわけじゃないんです。これはこれなりにね、いいんじゃないかなって、便利だし簡単だし、ただ入れるだけだしということで、今回は豆ご飯を作ってみました。ありがとうございました。